メガモンスター、合評点、グリザードの心 S4 つ分揃いました。各ランクの心のドロップ数などを共有していこうと思います。はい、これまでですね、グリザード59匹倒してきました。こちらがですね、モンスターズ館の画面になります。で、S4 つ分揃いました。各ランクのですね、心のドロップ数などはこちらにね、出ている通りになります。ということで、まあ、S が3個とですね、直 S が3つで結構、はい、まあ、恵まれた方じゃないかなと思います。というわけで、ちょっと攻防の画面で少しグレードアップをしていこうと思います。A が、まあ、S が3つあるということで、あとはですね、A と B を、まあ、合成させると S にできると思います。というわけで、ちょっとやっていきましょう。グリザードはですね、A が5つあると S にグレードアップできますので、ちょっと B をね、はい。B を2個グレードアップする必要があるのかな。これで A が4つですね。で、あと1個。はい。これで A が5つ目になります。はい。というわけで、そのままですね、グレードアップさせていけばいいかな。はい。これで A が5つになりましたので、S にグレードアップしていきます。ちょっとここだけね、見届けていこうと思います。はい、というわけでちょっと見ていきましょう。コストが122ということですね。はい、最大 HP はね、かなり高いですね。135。青の心だとトップクラスになるのかな。あとはそうですね、身の守りも強いですね。力もまあ94と、まあ低くはない。で、あとは素早さと器用さ、はい、いずれも120ということで、まあこちらもね、青の心らしく。素早さも器用さも高い心になります。はい。特殊効果見ていきますけれど、はい。斬撃ダメージプラス12、耐下ダメージプラス 5%。あとですね、曇り、雨、雪の時にですね、斬撃ダメージ、耐下ダメージプラス 2% ですね。あとは、結構大きいのが、はい。ヒャド耐性 10% ですね。なかなかヒャド耐性って、盛りにくいところがあるんですけど、これは、10% もね、漏れるということで、まあ、特にグリザードとのね、戦い、メガモングリザードとの戦いの時には、かなり重宝するんじゃないかなと思います。あとは、そうですね、5% の確率で、自分が受けたブレスを相手に跳ね返す。これも結構役立ってくるんじゃないかなと思います。はい、というわけで、まあ、あとはですね、こんな、この、C とかね、D のグレ、心をですね、B まで、まあ、グレードアップして、真珠ポイントに変換していくことになります。まあ、ちょっとね、まとめてこれね、グレードアップね、できたらいいなと思うんですけれど、まあ、今ね、仕方なく一つずつやっていくという形になりますね。ちょっと時間取られるので、まあ、嫌なんですけれど、まあ、仕方ないですね。はい、というわけで今回の動画、合評点グリザードのね、各ランクの心のドロップ数などを、はい、お伝えしてみました。まあ参考になるかわかりませんが、参考になれば幸いです。もしよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。